青典をつけは、2021年2月14日から放送されている NHK 大河ドラマ第60作。日本資本主義の父とも称される渋沢栄一を主人公に幕末から明治までを描く。2019年9月9日に制作発表が行われ、題材、タイトルと共に脚本を連続テレビ小説、風のはるか、朝が来たなどを手掛けた大森美香が担当し、 主演を吉沢亮が務めることが発表された。なお、吉沢亮は、大河ドラマの主演俳優としては、初の平成生まれである。表題青天をつけは、渋沢自身が読んだ漢詞の一節、勢い上青天上時世紀千白雲椿進む、から取られた。発表会見において、制作統括の加詞広氏は、今の閉塞感が感じられる時代だからこそ、 大きな時代のうねりを描きたいと思って、幕末から明治を題材に選んだと説明し、さらに大森も得意とされている時代だとした上で、時代が動く変革の時期を描きたいと思った。他の時代も考えたが、早い段階で幕末に絞ってたとコメントした。また、歌詞は渋沢は主役候補に上がっていたが、一万円札の肖像に、 決まったという発表が後押しになったと新紙幣の肖像に決定したことも理由の一つであるとした。2020年12月4日番組公式ホームページを開設番組メインビジュアルを公開し公式ツイッターも指導した。前作キリンが来るが新型コロナウイルスの影響などで放送日程が大幅に変更されたため本作は NHK 大河ドラマとしては 史上初めて2月放送開始の作品となった。2021年6月23日、東京五輪パラリンピック期間中の7月25日から9月5日までの敬語話文の放送を休止することが発表された。幕末の武蔵国、千洗島村。アクアマリン作りや養蚕を制御とする農家に生まれた渋沢栄一は、強史上っぱりだが、おしゃべりで理髪な少年。 同じ頃、三戸藩主、徳川成明は、軍事訓練を行ったことで、幕府から隠居を命じられるが、英米と評判の子息、七郎丸に、五三教の一橋家への養子の話が持ち上がる。1847年、七郎丸は、江戸城に入り徳川義信を名乗る。成長した栄一は、農家の仕事を務めながら、小高順忠の道場で剣術を学ぶ。開国。 桜田門外の変と世の中が目まぐるしく変わる中、栄一は、尊能上一層にのめり込む。栄一たちは、横浜の外国人居留地に火をつけ、幕府を転覆する、横浜焼き打ちを計画。だが、小高長七郎の必死の説得で断念する。栄一といとこの渋沢喜作は、江戸で平岡円四郎に出会い、一橋家の家臣に誘われる。1862年。 吉信は将軍後見職となり、翌年には宮中を守るため京に移る。栄一と気策も世の中を変えたいという思いから家を出て京へ向かう。京に着いた栄一と気策は平岡縁士郎を訪ねる。縁士郎の計らいで二人は一橋家臣となり、渋沢厚下雄、渋沢誠一郎と名を改める。渋沢中家、渋沢 新屋敷渋沢、東の家、小高屋義信と、家族平岡屋、義信の配下、徳川将軍家幕閣川寺家幕臣、女中水戸徳川や水戸藩士天狗党、岡部藩福井藩薩摩藩長州藩諸高所藩士たち、皇室区下地洗島近在の人々、江戸の人々、一つ橋領近在の人々、アメリカ合衆国イギリス帝国フランス深谷、大河ドラマ館。ありがとうございます。